よし。ちょっと俺の中でね、100年前のリンクっぽく、若干俺の中で手を加えて、かっこよくしてきましたんで、かっこいいかあれだけど、俺の中で好きな感じにしてきたんでね、ちょっとご紹介させてくださいや。まあ、服装的にはこれなんだけど、頭装備をさ、まあ、多分100年前のリンクって頭装備なしだったんだけど、これでいいかなって感じでダイヤの頭飾りつけてます。なんか、ちょっと見えるのが可愛いかなと思って。で、まあ、服の部分な。上半身の部分は英傑の服で、まあ普通というか、デフォルトなんだけど、昔のまま。ズボン変えてますね。ハイリアのズボンの色変え？白にしました。100年前のリンクは多分、原色だったんだけど、なんか白の方がね、パリッとしてて見た目がいいんだよね。ということで、ダイヤの頭飾りの強化をしましょう。クチューラさんにお願いして。で、なんだかんださ、この防具強化のイベント見せてなかったから、クチューラさんのやつでいいかな。よいしょ、見せていきましょう。ダイヤの頭飾り。光の力を宿す宝石であるダイヤモンドの加護で古代の敵からのダメージも軽減する。で、じゃあレベル2と、一応ね、最大レベルまで強化できる素材はあったんで、ご安心ください。ダイヤの頭飾り、ちょっとずつ過激になってくんだよな。で4段階目と、これが最大だな。さあできたよと。はい、ということで、まあ俺の中での薬剤への装備品は完成したかな。これと、まああとはあれだ、英傑たちの装備品を着て戦いに行こうかななんて思ってます。こんなとこか。100年前のリンクな、まあ、100年後のリンクと言った方がいいかな。英傑たちの力を集結させたリンクで薬剤は倒したいな。といったところで、本日は祠を攻略しましょう。この6つの祠な。ダルケルと、ウルボザのやつをやって、カースガノン1体倒そうかななんて思っておりますがゆえ、よろしくお願いします。2つの使い道。タタカマシミリの祠。2つ？あー。先に渡ってからかな。よいしょ。まあ、でもあれだな。これ、響くんちゃん、これ。刺さるんちゃん。雷向こう。あ、強すぎ。強すぎ。いや、ま、これはね、俺がゲルドの街救った報酬だから。こういうのは、あれですよ。自分、惜しむ。惜しむことなくこういうの使えますからね、自分は。そんな、俺が街救ったんだからええやろ。他の誰にも文句は言わせないよ。町救ってから言えな。よし。ああ、階段と。まあ、こんなところか。で、電気を通さないといけないと。まあ、一旦上がっちまったらもういくら動かしたっていいよな。ちょっと待ってよ。こうして、電気をどこに通すかなんだけど、あそこか。だったらちょっと下げて、届かねえかな。奥の方。移動させて、電気食べさせて、
ここをな、うまいこと伝うように。こんなもんか。よいしょ。宝箱はどこ？宝箱はどこ？あ、ここか。うわ。なんて性格悪いんだこれ。レレレレテレンテテン。こうかな。よし。よいしょ。王家の弓と。いや、雷ステージにほんと刺さるな。この頭装備。街救ってよかったわ。つくづく思いますね。あれ？あー、なるほど。こうして、よいしょ、はいはい、よいしょ、クーリア。箱の中身、キヒロテモの祠。うわ、え、そういうこと。あー、何から見ようかな。緑とか見やすいか。うわ、やばいこれ。うわ、俺絶対苦手だわこれ。緑2でいいのかな。で、青が3、緑に青3、黄色2か。緑に青3、黄色2と。青3、黄色2な。青3、黄色が2と。で、赤が、赤いくつじゃ。で、鉄の数も多分数えた方がいいんだろうな、これ。赤1か。赤1くん、これ。赤1くんだわ。ロストジャッジメントっていうゲームに出てくる赤石くんですね。はい、赤1くんと。おい、合ってろよ。だろうと思ったわ。はい、青4です。おっしゃ。でだよ、鉄の箱はこれか。2じゃなかった？鉄の箱。あら？どこ？鉄の箱。え、こっから出すの？はあ、なるほど。よう作られてますね、ほんま。いや、いいわ。遊び心があっていい？つまり、こうしろということだな。ちょっと待てよ。こうです。んで、こうか。手前？奥？あ、手前か。何？なんかすごい操作しにくいこれ。なんだこれ。ん？手前じゃねえのかこれ。奥か。すんげえ操作しにくいんだけど、これ合ってる？これ手前だよね。おー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 おおおおお。鉄球を持ってくると。よいしょ、これをはめればいいんでしょう。あれ1個なのかな、2個だった説を押すんだけど。おお、じらすね君。ちょっとすいません、1個かな。3つだそうです。
はい。巨大の古代なコアと予想しますよ。くっす。はずれ。いやー、そこは巨大なコアだろう。はい、終わりっと。大小の選択、ケーベタワーの祠。え？でもだよな、こいつらは引っ張れねえもんな。あー、なるほど。大小をな、選択してくださいと。ここら辺は小でいいんじゃないか。よし。で、ここも小でいいな。ここにスイッチ通わせるんでしょう。で、え？な、どういうことだ？あー、なるほど、スイッチが動く。で、台をはめますと。そういうことでしょう。はい。で、これは、こうかな？引っ掛けると。もうちょっと右にずらすか。あ、でもダメか、結局。え、なんかさ。あ、これでいいじゃん。結局な。これはどうすんだ？アイスメーカーからの。なるほど。すべてを理解しましたを。しましたをと。まず、でかいのをこっちに持ってきます。アイスメーカー使います。ここに置きますと。いったところか。で、まあ、ちっちゃいのは、別にどうってことなくて、これで一番上まで上げちまえばいいんだよ。で、上まで上がりきったら離して、俺がここに、直接置いちゃうと。ほんまにこれ、むずいと思ってるんすか、同志さん。うわ、ここがむずそう。ん？あ、なるほど。一個ずつな。あ、むずいわ、これむずいわ。縦でやろう。よし、止めて、ビタロック使えるだろ、どうせ。だから電気が通うときに、止めちゃって、スイッチオンにしちゃう説唱えたんだけど、これむずいな。自力で行こう。よっしゃー、行った！いらねえよ。はい、くー、視覚の見極め、シャドロンの祠。見えないところを見極めちゃいましょう。うわー、俺が一番嫌いなステージだわ、これ。オートスクロール的な。じれったいのよね、こういうの。よいしょ。横行って、特に何もないことはないだろうな。絶対ガーディアン出てくるわ、これ。ほら。分かってんのよ。来いよ。おい、春日。はい。わかってんのよ。あ、今のうちに。あ、でも立てれねえわ。ん？作れるっちゃ作れる。ああ、なるほど。
あそこの上に上がるために、こういうことでいいのか、いいんだろうな。いきます。で、あ、そうか、あ、いた。よし、宝箱は大丈夫と。で、まあ実際休憩スポットになるからな、ここが。ああ、もうゴミだよ、こいつ。ジャンプ、着地、足場作るぐらいか。オッケー、ギリ登れねえわ。よし、おお、炎を遮るもの、リノヒミカの祠、遮ってみろよ。え？絶対使うやんこれ。よいしょ。ちょ、使えんなお前。使えるなと。よし。いやー使うんだろうな、まだもう一回。よいしょ。とりあえず一個は置く。で、この上にもう一個置く感じかな。かっこいいね。よいしょ。まあ必要になったらと。ユータヤサキニザウルス。よいしょ。岩砕き。ふっ。いいね、今日のリンク調子いいよ。もう持ってこなくていいと思うんだよな。俺もシンプルに。ごめん、ちょ、マイクに当たってるわ。はい、天才。よいしょー。あぶねえ。クーリア。軌道予測。カミラ・オムナの祠。え？あ、これか。うわぁ、なんかユンボートの、あれ思い出すな。完璧すぎるだろ、お前。バランスが。よし。行くぜ。いやぁ、懐かしむ。我懐かしむこれ。え？ああ、なるほど。そうだな。まずは宝箱を取りに行きましょうか。あ、でもなんか普通に宝箱パーンって。全然俺の指が反応せんかった。やばい。年だ。ソフトタッチすぎてコントローラーが反応してくれんかった。そんな時もあるんですか。はい。え？なんだこれ？舐めてんのか世の中ってめえよ。え？なになに今の？とうとうバカになっちゃった？えい。あ、なるほど。場所も理解した。上あたりか。ちょ、さ、なんなんあれ？宝箱取れねえじゃん。取らす気ねえじゃん。バカなんか。はい、じゃあちょっと気持ち遅め。これでいいのか。もうちょっと納得してないけど、これ。納得してないっすけどね。はめて。2個目の上あたりだよな。ええ。よし、ここら辺か。はい。
まだあるんか。で、奥の宝箱どうやって取りに行くんだ。あ、こっからか。よいしょ。ん？あ、上は開いてんのね。ダイヤモンド。まあいいんじゃないか。ふい。いやー、ちょっと意味がわかんないですね。リンクくん、今のは意味がわからん。よし。じゃあ登りまして、これか。はあ。ああ、ちょっと待ってね。よし。えい。よいしょ。これをどうするかなんだよな。こうか。ん？こうか。待てよ。あ、むず、クソむずい。下に下げて、これでいいのかな？よいしょ。はい。え？このたまにあるこれなんなの？飛ばさせねえよみたいな。え？お前なんなんこいつ？は？設置しました。あ、飛んだわ。飛んだけどダメだわ。まあでもタイミングなのかな。何回かやってたらうまくいきそうではある。いったわ。よーし、これでダルケルの分もクリアと。よし、まあダルケルのね、あのカースガノンは次回に残して、今回はウルボザのカースガノンいきますか。来ちゃいました。ルルルルルルルーン。ルルルルルルルッタタタタタタン。神獣を訪れし者よ。女神ハイリアの名におき試練を与えよう。ナボリスの証と引き換えに、己の記憶の中へと進むがよい。夢、侮ることなかれだっけか。覚悟なき者には厳しき試練。己の記憶と侮ることなかれ。ちょっと違ったわ。ビクンってなります。頭痛い時の俺みたいな視界してたな。いやーみたいな。頭が脈打つんだよ、頭痛い時。こめかみのところがな、脈打つんだよ。チョス。ゲルド族というやーい、ゲルド族言うたらよね。ここはそなた自身の記憶が生み出した無限の空間なれば。弓なのか剣なのか。眼前に現れしてきゃ己の恐れが生み出したる超えるべき壁。この戦いは魂の視点。我の私道具のみで見事勝利してみせい。赤、緑、黄色な。雷のカースガノン。おうおうおお。やべ、いきなり使っちゃった。だらける。よいしょー。
これあれだな、うわぁ、なんかちゃんとタゲがつかない、なんでだ。よいしょ、ギガスラッシュだー、クソかっこよ。まず登ることと、やったなー俺これ。うわ弓なし、もう一回やってもらわないと困るんだよね。どこ、おい、タゲが、ターゲットがついてない。は？当たってる、ゴミじゃねえかよお前。は？何不良品くれてんの、何お前のそれ。何不良品でもあるんですかここに。ねえバカじゃねえのこいつ。あーもう丸もつかねえゴミがよ、知らねえよこんなの。あ全開じゃんこんな、ズルじゃん。どこ、場所教えろアホ、誰が動くんじゃねえよカス。なんなんマジでこいつ、一番ムカつくわこういうの。これなんか理不尽な勝利してこようとするやつ一番嫌い。なんでなん、なんなんだあいつマジで、切れそう俺。成功法で戦ってやってんのによ、こっちだろ、あちげえわ、どこ行ったかも分かんない。はい、あ当たった、どこ、あいた、殺す、なんやこいつ、はめ殺しすんなマジで、カスがよてめえよゴミがよお前、死ねマジで。ダメ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 、勝てねえこれ、強すぎマジでやばい、マジでやばい、弓もねえしな。いや、え無理じゃないこんなん、勝ち筋ない。私が守る。いや武器もだって弱えし、え勝ち筋ゼロ。ダメだ、勝ち方がわからん、弓もないし、
よし、俺の勝ちだよ。マジで大変だった。ふう、記憶で勝ちました。顔が見えてね、申し訳ねえわ。おやおや、目的は違えど足の向かう先は同じようですね。もっとも私の場合は足ではなく翼の向かう先ではありますが、この地方をめぐって英傑ウルボザの逸話を聞いているうちに、師匠の未完の歌とは別に、私も彼女を表現してみたくなりました。そこでウルボザが操ったというこの神獣バナボリスの下で、こんな詩を作ってみました。アリシヒの英傑ウルボザの姿を描く詩。歌？これはなーボリスをー。苦しい者が未だ英傑と呼ばれる前の話、物語。その名は、ウルボザ。ゲルドの長。町を訪れし姫に、遺憾を示し、遺言を示し。これ、好き。このムービー。好き。すこ。大すこ。入り口おしゃれだよな。ハイラルの姫よ、そなたの申し出、やぶさかではない。厄災ガノン復活をもくろむイーガダンどもが我らの国宝を狙っているとの情報も聞いている。喜んで厄災討伐に力を貸そう。ゲルドの王さ、ウルボザ、ハイラル王の名代として感謝の意を。ルージュちゃんもウルボザ見たくなるのかな。なんか今のままがいいんだけど。あんなに真面目なウルボザ、私初めて見ました。そうかい。私の方は10年くらい前、ああいうお姫様を見てるけどね。ウルボザ、以前から聞きたかったのですが、あなたはなぜ私をお姫様と？え？スコ。おい、そこの二人。あんたらと違って不意打ちってのは性に合わないんでね。かかってきな。パリーです、パリーです、時代はパリーです。はい、かっこいい。あい、もうあーもういやーもう優勝。はい、愛しね。うわ、ウルボザ。ハイラルの姫の前だ、切らずに置いてやる。かっこよ。消えろ。俺がイナバウアー。私の可愛いお姫様。え？あんたが小さかった。ゼルダの曲だ。私の友達はいつもそう言って幸せそうに笑ってた。お母様。10年前のあんたはさ、母親を亡くしたばかりなのに一生懸命前を見て精一杯王国の姫をやっていて、その姿を見ていたらいつの間にかね。うん、いい。強い戦士であると同時に母性に溢れた女性だったのでしょうね。いかがでしたか、英傑ウルボザのパラット。かの、
女の強さを詩にできたことで、師匠に一歩近づけたような気がします。俺あれだな、毎回思うけど読みぐちゃぐちゃだよな。詩って読んだり歌って読んだりパラットって読んだり、おぼろげながらではありますが浮かんできたんです。43という数字がじゃねえよおめ、足りない師匠の姿が見えてきました。大したボーイだよあんたってやつは。ウルボザの怒りも今まで以上に使いこなせるはずさ。おひいさまのことくれぐれも頼んだよ。頼まれるよ。残る勇者に託したからね。おいお任せとけ。ごまだれ英傑ウルボザの怒りプラス。インターバルどんぐらいになってんのかな。コンプリート。あんま溜まってないんかい。あ、4分、頭おかしいじゃん。リーバルですらだって何分、2分わかんねえ。体感2分とかなんだけど俺の中で。よし、リーバル何分なんだろうな。ミファーが8分でしょ確か。2分、えぐすぎる。ちょっとあれだね、強化がむちゃくちゃだね。いいことよ強いのは。よし、それじゃあどうしよっかな。今日もここらで終えますか。じゃあまた次回よろしくお願いします。あいつの必殺技見る。多分ね、長い間戦ってたら必殺技打ってくると思う。こういうの避け続けて、お、来た。はい、ありがとうございました。